今回の動画は、さらに、細かいところの お手入れの仕方ですね。例えばカバーの前、このようにスペアのネジを使うてカバーを取り付けてます。風でフラフラしないように。でこのモデルはカバーの横もこのようにネジで取り付けてます。これはもうホームセンターなんかのネジでも自由自在ですんで、このように、カバーなど破れやすいので。そしてまた多少の破れは透明のビニールテープなどで貼って、このようにネジで補強しましょう。また、他の動画では説明し忘れましたが、真夏は直射日光の光を遮断するのに保護シールはつけておいてもいいでしょうということですが、これを取ってしまった、時間の経った屋根についてはここに、端に両面テープを貼って生地などを黒い、光を通さない生地などを貼り付けて使用されているお客さんもおられます。ということで、ここだけじゃなく、例えばこの部分についても端に両面テープを貼って真ん中にちょっと目立たない程度に小さい両面テープを貼って生地をつけるということも可能ですね。